はい今回は萩生田光一の裏金がすべて不明と国会で総務大臣、岸田の対応が炎上している話題、こちらを考えていきます今回もよろししくお願い,いたしますす、まあ、こちらもですねかなりまあ炎上している内容なので、まあ、あ SNS とかまあ国会中継を見た方もいらっしゃるかと思いますが、ひ、まあ、一言で言っておかしいわけですよね、こんなおかしいことがもうまかり通る時点で、日本においては法の下の平等も何もないわけですよ。 まあどういうことかというと一つずつお伝えしていきますが、まあ、3000万円近く、まあ、2728万の裏金が発覚した、まあ、萩生田の、まあ、収支報告書なんですが、まあ、収入総額前年からの繰り越し額支出総額翌年への繰り越し額すべて不明、うん、これで通るんですね。一体この国はどうなってるんだろうかと、まあ、そういったことを真剣に考えていきます。でああの、まあこのまこ 国会中継をまあ見た僕の感想ということで、まあ、ちょっとですね、えー、まあ岸田とか、いろいろな人間が出てきますので、まあ、都度ね、えー、まあそのやり取りをまあ僕は1人でちょっとお伝えしていこうと思うんですが、まず一番引っかかることっていうのがあるんですが、この国会中継の、まあ国会答弁というか、国会中継の最後でですね、まあ、言ったあのこのこ言葉が非常に引っかかるんですよ。立憲民主党の議員が追及に入ったんですが、最後ですね、 政林審で、えーまあ、この萩生田の件をとかって言ったんですがまずここ,にここに注目というかここを考えます。この審というのは何かという話なんですがこの政林審のメンバーにです、ね、自民党の議員が多数入っているんですね。えー、過去5年で2954万円というまあ裏金をした三林弘美というのが委員を務めていると。 でまあ他にもですね安倍派の議員がいると若林健太とか木村次郎っていうのがこの成林審のメンバーになっているってとですねで596万円のキックバックを受け取った岡田直樹っていうのもこの成林審のメンバーにいるっいうことです何を言ってるのかっていうとこの萩生田の件がですね成林審に持ち込まれた時点でもう多分どうにもならないんですよ あの日曜討論でですね大石明子さんがおっしゃってましたがこれ成林心に話を持ち込んではいけないんですねなぜかっていうと自民党メンバーの同士の癒着でですね追及できなくなるからですでさ最後にその立憲のね議員が言ったんですがまあ成林心でまあ聞きますってそこで聞いたらダメなんだよっていうふうに僕は思うわけですねで、まあ、この話っていうのは非常に注目されてるんで、えー、泉房穂さんっていうね あの明石の元市長の方も、えーまあ、おっしゃってるんですがあ、泉さんは何をおっしゃってるのかっていうと、えー、注目するところが3つあるっていうことで、誰が調査するのかあ、どの機関調査するのか、調査のやり方はどうするのかっていうことなんですが、えー、ここの、まず1つ目の誰が調査するのかっていう、小渕優子が選対委員長、終わってるでしょ、全く追及できるわけないじゃないですか。で、機関をするっていうんだったら、全機関するべきだし、この調査のやり方っていうことなんですが、 まあ自民党が公認しないと、まあ、その制裁措置を前提にしないといけないって泉さんおっしゃってるんですが、これ、外部の機関に任せないとダメなんですよ、この成人娠とか小渕優子って言ったら、癒着して終わるじゃないですか、だかこの立憲民主党の後藤っていう議員が、かなりいいことを追求してるんですよ、僕もこの最近、ちょっとこの立憲民主党の議員はね、いいかなと思うんですが、この岸田と総務大臣に突っ込んだんですよ。 た,ただし、最後にこの誠倫審で、えー、まあ萩生田に意見を聞くっていうけどそうなってしまった場合は自民党内の癒着で話が終わってしまう可能性があるんでちょっと僕たち国民としては懸念するっていうことですね。 でこの萩生田の、まあ、裏金の件なんですが、裏金の件というか、もうこの金の件なんですが、もう何もかもが不明なんですね。使い道もわからないし、何をどうしたのかっていうのはわからない。でも調査しない。で、何が法の元の不平等かっていうと、まあ、僕もリ,リスナーさんもそうですが、僕たち国民っていうのは、ね、その納税とか、あとインボイス制度とか、全く国民が反対しているインボイス制度とか、国民にそう貸してくるわけじゃないですか。消費税も,も含めて全てね。増税とか。 なわわけけででですよ何かかあったら不明でまかり通るわけでしょでこの立憲民主党の後藤という議員が言ってましたけど日本国民のその納税の意識とか国民のだからもう意識っていうかやる気を削ぐわけじゃないですか国民には厳しいこと言ってこの自民党の最低議員たちが好き勝手やってる意味がわからないでしょ普通にそういったことがあってこの件でものすごく炎上してるんですよ 僕は思ってて、皆さんもそう思うと思うんですが、で、えー、まあニュースにもなっていたんですが、どちらかというとこの SNS の話が、えー、かなりですね注目なんで、一つずつ、うん、まあ、考えていこうと思うんですが、まあ、僕はお伝えしたまあそういったことなんですが、例えばですねこういったことがあるんですね。萩生田光一、えー、前政務会長収支報告書を訂正した。えー、訂正したが目的金額日付全て不明。支出項目あり、支出の合計も不明。 ひどいのもいいところじゃないですか。で、この萩生田光一っていうのはマ丸なんですね。ここにも出てくるんですよ。安倍さんつながり。だから、安倍っていうのはダメなんですよ。安倍とマ丸と萩生田っていうことで。で、萩生田っていうのは八王子の遠丸なわけじゃないですか。で、えー、まあ、そこでズブズブにつながっていますがあらゆるものを不明として、えー、まあ通し、通したというか、押し通したということなんですね。 で、ちょっとここからなんですが、一、まあ、人で、一人2役って言ったら申し訳ないんですが、ちょっと一人二役をしてみようと思うんですが、この国会の中で、ですね、この立憲民主党の後藤という議員が突っ込んだんですが、総務大臣の答えがですね、非常におかしいんですよね。どういうことを言ったのかというと、この後藤という議員が、ですね、萩生田の収支報告書、収入総額、前年繰り越し額、支出総額、翌年繰り越し額、すべてが不明と訂正したと。 交際費は支出の目的金額年月日支出を受けた者の氏名住所すべてが不明と訂正これがこれこれが認められるのかと後藤が聞いた時に対して総務大臣の答えが領収書などが災害などによって、えー、消滅した場合って言ってるんですがああ総務大臣の言ってることの意味が分かんねえよこれそう思ってる人が多くいるんですよだって 萩生田がこの全て不明って言ったんですが、この総務大臣の言ってる、まあその総務大臣はその後に過去の例に登ってとか意味のわからないこと言ってますが、いや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 、自民党だけ被災したのか、八王子だけ被災したのか、能登は被災してますよ、能登は大変な思いしてますけど、自民党も八王子もしてねえだろ。 この総務大臣っていうのはこれグルであることがわかるんですよ。災害などによって、耳が分からないね。だからもう岸田もこの総務大臣もグルでしょうね。だから、あのさ、最後どこに持っていくかっていうことが非常に大切なんですよ。先ほどお伝えしましたが、最後、政倫審に持っていかれたら、多分この件っていうのはまたうやむやですね。得意の自民党のね、えー、グル。で、えー、自民党内のグルで、えー、何も追求しないということですね。で、この、 総務大臣が領収書など災害等によって消滅した場合といった時点、これ、総務大臣も追及する気がないじゃないですか。 でこれ一般人の方がですね、えー、いいことをおっしゃっていてあ、まあそうかなと思うんですが、不明の収入というのは書き込めないということなんで、えーまあ、この座、まあ、所得というのかな、座所得扱いになって、これ脱税でいけるんじゃないかということを言ってるんですよ、だから国民としては、ですねこういった萩牛団のふざけたことをどうにかしたいわけですよね、この自民党の裏金を好き勝手やって、ね、しかとしてる人間たちを許せないわけじゃないですか、でそういったことが大きく炎上してるんですね。でこのでさっきもお伝えしましまたがあこの <laughs> な何て言ったらいいのかね、この総務大臣の,この松本っていうのも言ってることが訳わ,わかんないからね、うん、過去にも領収書などが災害によってって、だからないでしょ。 でしかも、まあ、これもいろんな解釈があるんですが、裏金って別に災害でもなんでもないでしょ、しかも災害も起きてないでしょ、それをなんか、そういうふうに言ってくる時点で、完全に国民のことを見下してるんですよ、だから岸田とか、このね、松本っていう、この人間ですよね、こういった総務大臣も国民を見下していると、ふざけてますからね、本当に、うん。わけわかんないじゃないですか。で、このね、す、え、べ、ー、てが不明っていうことで、これ、まかり通るわけですからね。 でこういったことが SNS でものすごく注目されてるわけですよ。で、えー、これっていうのはニュースにもなってるんで、ニュースの記事、でここからニュースの記事を考えていこうと思うんですが、すべて不明で通るわけがない、萩生田の件ということなんですが、通って通、通ろうとしてるわけですよ。で、先ほど言ったように、生倫心に入った通るからね、うん、わけわかんないじゃないですか、調査も全くしてないわけですよ。 でこの安倍派の5人衆の一人だった萩生田の収支報告書ということで、2018年から2022年の5年間で、裏金2728万円ということなんですね。で、このスタッフに金の管理を任せて、なんか机の引き出しに入ったと、そんなおかしい話あるかって話ですけど、そういったおかしいことを言ってるわけじゃないですか。で、政治資金収支報告書の提出前に聞く程度で、全体を把握していなかったとかって言ってるんですが、で、 そのお、まあ、内容がね、先ほどの収入総額、前年からの繰り越し額、支出総額、翌年への繰り越し額が全て二重線で引かれており、不明となっているわけですよ。こんなおかしいことあるわけな,な,ないじゃないですか、うん。企業とかでこんなこと、まかり通らないでしょ。売り上げがどうとか、ね、それこそう余ってる金がどうとか、ね、そういう利益がどうとか不明とか、そんなおかしいことないじゃないですか。で、えー、これがですね、 このニュースでこの後も続いていくんですがこんな訂正がまかり通ることがおかしいしこれで OK してることがおかしいと社会常識から外れすぎているっていうことを本当に思いますよね SNS でこういったことが非常に批判非難の的になってるわけですで僕も思いますよ本当に意味がわからないじゃないですか、うん、でこ,のこういうことをしてまかり通してるんで国民の政治不信とか政治批判がすごく強まるんですよね うん、でこれってうのは何を言ってるのかっていうと、この萩生田のしたことに関して、えー、結局ですね、その安倍派、清和会、えー、無罪になってるわけでしょ、おとがめなしじゃないですか、だからこれっていうのは完全に法の下の平等とか、法の秩序は崩れてるんですよ、だから本当にあの僕たち国民がですね選挙もそうですが、こんなことをし続けてるっていうことは、これ、声を上げた方がいいんですよ、おかしいでしょ、明らかに。 完全にこれ、おかしいことをやってるわけですよ。で、なんでね、この自民党はこうやっておかしいことが通るのかっていうと、あのいつもお伝えしているように、日本と創主国、米の関係が、日米の関係があるんですよ。米っていう創主国に対して日本が属国ですから、いわば米の、まあ、間接植民地なわけですよ、日本が。で、その米の,、ね、その代理人をしているのが自民党なんでね、だから、の米の傘下にいるということで、自民党は何でも好き勝手まかり通るわけですよ。 だからこういったことも考えて、本当に国民がこういうことに気づいてです、ね、この日本と米の日米の関係を考えて、ね、どうにか植民地構造から脱出できるように、そして自民党なんて支持している場合ではないですから、何としてでもこの自民党の政権交代が必要です。 であとですね、この僕もリスナー様も思ってると思いますが、議員といえどね、えー、その日本国内です,ですから、法の下の平等っていうことでですね、こういったおかしいことをした場合は、罰を受ける、刑事罰を受ける対象、で法の下の平等にきちんとね、えー、なんていうんでしょう、そういうふうに話を進めていかないと、本当にもう日本崩壊しますからね、多分皆さんも思ってると思うんですよ、完全におかしいわけじゃないですか。こう萩生田は、あね、すべて不明と言って、まかり通るって、どうなってんだよって。 でなんかいいことを一見して、ね、立憲の議員がこれ突っ込んだなと思うかもしれませんが最後、静林審に行ったら終わりですからね。 自民党の癒着プレーで終わるっていうね、えー、そういうことになるんで、えー、どうなるかっていうか気になるところなんですが、まあ、ちょっと今回はこちらの炎上している件について調べて思ったことをお話しさせていただきました。この話ですね、あの見た方、聞いた方いると思うんですが、まあ、おかしいとしか思えないと、まあ、そう思いますということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。